高市教信仰、数教真光は、岐阜県高山市に本部を置く、新宗教。世界信仰文明教団の教祖岡田光玉、本名、岡田良一の幼女、岡田恵玉が後継者争いから1978年に分派独立した。現在は、岡田光を、本名、手島康史六が教祖、教え主。前身は1963年。 昭和三十八年に、岡田光玉、本名、岡田良一が設立した、宗教法人世界、信仰文明教団である。九百七十四年、昭和四十九年六月二十三日に、岡田光玉が死去。その葬儀の席上、光玉の遺言に従い幹部の一人、関口栄が二代教、へ主に就任したことが発表され、その旨が、信仰史に記載された。 しかし岡田恵ぐ玉は死去の10日前、光玉からの教え死刑証の儀は終えていると反論し、7月に代表役員の登記を済ませた。これに対し、関口栄は代表役員の地位を明らかにするために提訴し、昭和52年には関口栄が代表役員であるという最高裁判決、通称、新興裁判を得て、正式に教団の二大教へ主に就任した。 これによって、岡田恵玉は、文明教団から文派独立し、1978年、昭和53年に、高市教信仰を設立した。高市教信仰は、正当な霊凍を継承しており、唯一の正当であると主張していることもあり、光玉時代の信者の多くを吸収している。高市教とは、医学、科学、経済学などを含む、過去の宗教を超えた。 人類教であるとしている。2009年からは、岡田恵玉の弟子であり、その後養子となった岡田昭や岡田光雄が三代教え主、現、総裁として、教団を先導している。教団は、国内に、約1000カ所海外に、約300カ所の拠点があり、世界75カ国に、約100万人の信者がいるとしている。聖地の建設という点で、 世界急成教同様に大元の影響を受けていると言われ、飛騨山に高さ50メートルのヌシ座黄金神殿を作った。屋根は単独板で黄金に輝き、映画丹波鉄郎の大霊界死んだらどうなるのロッケに使われた。宗教学者の島田博美は、鉄火雑誌には組織的な活動が必要ないため共同体が形成される契機がなく、 信者に組織活動への参加をあまり求めないこともあり、気軽に参加でき若者も多かったが、同時に抜けるのも簡単であるため、組織の勢力を保ち続けるのが難しいと評している。島田は、信仰継承教団は、スピリチュアルブームの先駆けとなったと評価ることもできると述べている。天地創造の最高神として、大山都主信仰大御家を信仰する。主。 スの大オミカミ様、主神様、ス神様とも呼ぶ。愛国天も信仰の対象である。競技は集合的で、神道の要素が多く、最終戦争を信じる千年王国主義的な面を持つ。世界信仰文明教団と高市教、信仰の競技、儀礼の大きな差はない。世界は多くの層からなる地獄、肉体界、誘拐、アストラル界、 霊界からなり、頂点に主神があり、行く柱かの主な神々が補佐するとされる。人間は霊体、幽体、肉体の三位一体の存在で、霊が主で、幽体、心が、十、肉体が属の関係であるという競技であり、これの上に手かざしが成り立っている。ほとんどの病気、災い、経済上や人間関係の問題は、汚染、食品添加物、医薬品、 悪行、またしばしば悪行によるアストラル体への憑依であると信じられている。少なくとも8割、ほぼすべての人間が霊に憑依されており、霊に憑依されている人は霊障にあっており、不幸であると考える。憑依する霊は害を受けた者が恨んでつく、恨みの霊、正しい先族用が行われていないため誘拐で苦しみ迷い出た先祖の霊。 先属養がおろそかであることによる守護力の低下、本人の霊が弱っていることによる無関係の霊の憑依があるとされる。先属養が重視され、遺廃を存在に扱うと、先祖がアストラル界で苦しみ、子孫に病気や不幸をもたらすとされる。講習を受け入信することで、お清め、または信仰の孔と呼ばれる手数ができるようになり、これによって人間、動物、植物、 物体、空間などへのお清めを行うことができるとされる。手から発する神の光が受け手の体を通り抜け、受け手の霊的な汚れを消し、病気のような汚れの肉体的現れも取り除くことができると信じられている。病気直しではなく、患者の霊的な体を清める行為であると強調されている。本来人間は神が人に権限、変化したものであり、世界ができた。 当初人は神、フッツそのものであったとする。宗教の役割とは、人間にもともとある神性を開発、復活させることであるが、多くの宗教は哲学化し、本来の役割を果たしていないと考える。1、2年の修行で奇跡の力を手に入れることができるのは、人が本来神であるからであるとされる。教え主は、主神と人々の接点であり、その霊体は、 無線伝信の中継局の役割を果たしているとされる。教え主は神が決めるとされる。教え主は他の信者とは段違いの力を持つとされる。信者を神の教輪に加わり、神と共に世直しをしていくという意味を込めて、神組手と呼ぶ。キリスト教や仏教の信者でも信仰を持ったまま信仰の信者になることができる。神が汚れた人類を 大みそぎする、火の洗礼大、大地震、大爆発、大洪水などの自然災害、核戦争、最終戦争があると信じられている。地球温暖化、自然破壊は、火の洗礼の時代が始まったことを示しており、利己主義と物質主義から目覚め、世界の刷新に備えなければならないと考えられている。主神は、すべての人類を滅ぼすのではなく、岡田光玉によって、 火の洗礼を乗り越えた先の新しい文明のための種人、種人を残そうとしており、この種人をなるべく多く用意し、火の洗礼の後に新しい文明を築き、主神の教えを実現することを目指す。手かざしは人間に世界への刷新の準備をさせるものと考えられている。火の洗礼の時代には、信者は誰でも小観音、小キリストとして世界を救済する。 種人候補になれると信じられている。火の洗礼の予言は、オイルショック以降の世界の終末を恐れる若者たちを教団に引きつけた。新光景諸教団は珍しく若者の参加の大い新宗教として一時期注目されていた。ノストラダムスの大予言で世界の終わりとされた20世紀末が、過ぎた後は予言の求心力は低下した。 信仰の述べる歴史は次のようなものである。巣の大神が世界を創造し、神々を作り、無大陸に、鬼人、赤人、白人、青人、黒人の、五色人という世界人類を作り、神自ら、天根素、高素、人素を祀った。無大陸は陥没し、五色人は、世界中に散った。日本は、無大陸の残った山頂で、日本人は、 五色人の直系の子孫である。万世一系の天皇は、世界創造以来の、全人類の王道が続いたものである。五色人のうち、南米に上陸し、インカ帝国などを作ったのが、アメリカインディアン、西に向かったのが、朝鮮半島、アジア大陸中央、インド、西アジア、ユダヤの人々であり、釈迦の教えも、イエスの教えも、五色人の血肉の兄弟の教えである。 全人類が日の元の国に集って霊的新文明を築く仕組みになっているという。信仰は大元の神話を継承、発展させている。信仰では人類誕生から天皇制まで全て日本が世界の中心に位置づけられている。金沢大学の中村信弘はこのイメージは 高度経済成長期の日本経済を反映した日本人のアイデンティティの世界的拡大に関係していると想像できると述べている。信仰の天皇制は、無大陸の実在を主張したジェームズ・チャーチワードや超古代史を記した竹内文書の影響を受けており、神武天皇の前に数十代の天皇がいたとされ、現実の天皇制とも、危機神話の天皇制とも異なっている。 極端な日本中心主義と日本のもとで世界民族が共存するというコスモポリタニズムがあるが、世界の把握は象徴的で具体性に欠ける面がある。世界性は儀礼にも反映されており、立春大祭は人種、国境、宗教を超えた人類の祭りとしてヨーロッパ、アメリカ、オーストアリア、アジアの信者がプラカードや旗を持って入場することから始まる。 中村信弘は、岡田光玉の国粹主義的言説には、特有の開革とディタッチメントがあり、超古代論のオーディオビジュアル文化的な現代的、発展、古代ピラミッド、UFO、ノストラダムスの大予言等の思想的な存在となっていると述べている。教団の協議によれば、この世の人間の、あらゆる不幸現象のうち80、80%が、 他の霊魂の憑依によるものとしており、初級研修を終えた信徒が行う真光の技、手かざしによって、霊魂を清めることで不幸現象を少なくできると、している、治りにくい病気や傷の回復を早める、壊れた機械が動く、大事が生じで済む、食材の味覚の変化、経済的不安解消、精神の安定など。信者はこの号を、お清めと呼んでいる。 信者が対象者の前に座り右手を額の前にかざすと悪霊が動き出す。霊道が起こって化され、不幸が解決するとされる。釈迦やキリストが行った奇跡の号と同様の行為で、あるが三日間の初級の研修で誰でも可能であるとされている。これが信仰の救済のシステムで非常にシンプルなものである。神の力を分け与えるために信者にはお見たまが与えられる。 おみたとは、鎖のついた金色のペンダントのようなものである。ペンダント内には、紙切れが入っている。入浴や水泳など水に浸かる場合や、病院などでレントゲン検査を受ける場合などを除き、常に首にかけておくよう指導される。このおみたにより、深みと霊波線で、つながり力が与えられるとされる。個々のおみたは、教え主自身が、 大山元主信仰オミカとの霊波線をつなげる、調整をしていると教団は主張している。オミ玉の取り扱いにはルールがあり、足のつく場所や不条なところに触れる落とす、水に濡れるなど、取り扱いを誤ることを、ご無礼と言い,い、神との霊波線が切れるか、非常に薄くなった状態にな、手かざしをしても光が出ないとされる。研修会は、初級、中級、上級からなり、 終了後に与えられるおみたまの大きさが大きくなり、おみたまから与えられる力も大きくなるとされる。中級の受講資格は、初級受講後2年以上、2人以上の紹介、初級研修最長校1回。上級の受講資格は、中級受講後2年以上、3人以上のお導き、中級最長校1回以上。進行の手かざしは、大元の、 三手大世界急成教の条例につながるものであると考えられている。宗教学者の島田博美は、信仰の号と霊道の関係は、野口春地下の野口生態における、雪と勝本を宗教的、霊的に解釈したものであると述べている。教団は、入川村に、陽光農園を作り、陽光農法と呼ぶ、無農薬、有機大肥の農園を経営している。 以前は、入信を希望すると誰でも、研修会を受けられたが、現在は、道場参拝と手か雑誌の受講を行い、高師教、信仰の教え、神の思いを知ることで、研修会を受けることができる。入信し、組手、信者となると、毎月、冷戦補助音令を収める必要がある。信仰をやめる場合、最寄りの拠点、道場幹部に申し出をし、 おみたまを返却することで辞めることが可能となる。ただし、教団側としては、大会扱いではなく、進行を休止する扱いとしており、辞めた本人が戻ることを前提に、道場にて、おみたまを、一定期間保管している。他にも、教団回避の、冷戦保持護例を、約半年支払っていない場合でも、大会国旗となる。通称、祈りこと衆と呼ばれる。 天真祈りこと、糸の売り大国魂、大国主祈りことや各種進化等が記載されている。昔の祈りこと集は進化が横書きであったが、現在は縦書きになっている。時々祈りこと集の改定があり、新しい進化が追加されたり、今まで記載されていた進化等の文言が少しずつ変えられている、非公開だった進化も掲載された。 岡田光玉が主審より真珠受けしたとする膨大な真珠の中で特別に主審に公開許可を得たものだけが記載されている。教団の機関紙であり、毎月発刊される。主に先月発表された教え主の教授や寸教、合成元集の抜粋、様々な体験談が載っている。各道場から集まる体験談は教え主によって細かく添削され、 教団広報部で編集され、LH 要項出版にて話の前後で内容に矛盾がないかを確認されている。五神門とは、高師教信仰のシンボルマークである。高師教信仰の五神門は、かごめ神門と呼ばれることもあり、かごめ門の中心に、世界信仰文明教団の五神門を配した図形となっている。これは、 世界信仰文明教団において、岡田光玉の後継をめぐる激しい後継者争いから訴訟に発展し、地位保全事件で敗訴した岡田恵玉が文明教団を飛び出す形で、高市教信仰を設立し、また最高裁判所より、世界信仰文明教団との決定条項として、和解成立後、遅延なく文章に新たな外援、または台座を付加すると、 世界信仰文明教団が現に使用する紋章と識別できるように措置を得ることが義務付けられた。そのため、後に地位確認事件にて和解に至った際に現在使用している御神門の形を定めた。カゴメ門は太陽族の紋章であるとされ、かつての帝国ムーの紋章であり、モーゼの紋章であるとしている。おみ霊を排除すると御神門の記章が支給される。 道場、拠点参拝の際には着想の義務はないが、月島祭り、立春大祭、周期大祭、大炎海洋玉祭りに参拝の際には必ず着想しなくてはならない。高市教、信仰青年隊、数、京馬光青年隊、略称、信仰隊とは、高市教、信仰の青年組織である。順位、少佐などの階級こそないが、分隊長、 小隊長、指令など軍隊式の故障を用いた組となっており、軍隊式に告示した教練も行われている。必ずしも教団幹部が、信興隊の幹部であるとは限らず、教え主代理時代の岡田明也は、信興隊の幹部ではない。ただし、信興隊の幹部ではない教団幹部であっても、信興隊への指導は行っている。 教団が直接経営しているわけではないものの、立正大学湘南高等学校を推奨校として、新興単位や青年信者に入学を進めている。総科学会、立正厚生会、霊友会などと同様、選挙の組織票や特定の政治家、霊、自民党、民主党の有名幹部との関わりの深さが指摘されている。 これまで参議院の比例区選挙において、八代英太、小野清子、橋本聖子、鎌本国重、森本常夫、江藤誠一、有村春子といった候補を支援してきた。高山市と協力し、高山市内に水力発電所を建設する計画が進行している。2014年に第二発電所が完成し、稼働を行っている。日本会議に加盟しており、 現在は三代教え主の岡田光夫が日本会議の代表委員を務めている。高市教信五百二十七号には日本会議事務総長の川島雄三による教育基本法改正についての主張が掲載された。上杉里氏は過去に実施された日本会議のイベントの受付では高市教信仰を含む各種宗教団体別の受付窓口が設けられ参加者を 組織動員したことが伺えるとしている。2006年9月17日に行われた大阪大道場千座祭では、お代理様ご教授にて、現在の世は物主逆法であると批判し、また、教育直後を暗唱させている塚本幼稚園を紹介し、教育直後とその幼稚園を賛した。また、夕日とし新能の誕生は、信者の祈りが通じたためであるかのように示した。 秋期大祭の来賓の中でも、石原信明は、少年の頃、岡田光玉と岡田恵玉が、自宅に訪れたエピソードを42周年周期、大祭、2001年の祝辞にて披露し、それ以降も、来賓祝辞の際に語っている。45周年周期大祭、2004年では、自身が、組手、信者であることを明らかにし、組手としての立場をメインに祝辞を述べた。 46周年周期大祭、2005年では中級に昇格したことを祝辞にて称している。また、エクスポージャーマガジンは、教団の関連企業である、LH 陽光出版発行の岡田光玉仕事大談集に、石原慎太郎と教団の創始者、岡田光玉が親しい友人として30ページの記事が組まれていくことを紹介した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。